どうも、フェルマです。いや、先日はYouTube 初ライブやらせていただいたんですけど、見ててくださった方、ありがとうございます。いや、無事トラブったね。途中でなんか電波が悪くなって切れちゃって、すごく申し訳ないことになってしまったんですけど、まあなんとかなんとか終わることができて、すみません、ありがとうございます。いや、なんだかんだ一番同時で見てくれた時に多かった人数200人ぐらいなんか同時で見ていただいて、なんか初めてのライブだったのにすごいたくさん見に来てくれて、個人的にすごい嬉しかったんですよ。ありがとうございます。本日はですね、連載企画第2弾というところで、プロバイヤーが選ぶファッションニュースセレクトコーナーでございます。やっぱ相変わらずね、やっぱファッションニュースは日々流れてきますね。でですね、前回の動画のコメント欄でコメントいただいたところなんですけど、なんかファッションニュースのまとめアプリみたいな、これ見ると便利ですよっていうのを教えていただいたんで、早速ダウンロードして使ってんですけど、もう死ぬほど便利っすよ、マジあれ。マジで便利。ほんとね、視聴者の方、ありがとうございます。それではですね、いくつかニュースまたピックしてるんで、一個一個ちょっと話していきましょう。まず、一つ目のニュースが、ヒップホップグループのニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの復活を記念して、アパレルグッズが販売決定というニュースなんですけど、皆さん知ってます？ニトロ。自分は結構世代だったりするんで、このニュースアパレル的な観点でも音楽的な観点でもすごいテンション上がってるんですけど、最近の若い子はニトロ自体聞く子もいるんだけど、結構ね、バトルビート、フリースタイルバトルのバトルビートで結構使われることがあったりするから、それで知ったっていう子も結構実際多いと思うんですよね。で、そのニトロが復活ライブをやるにあたって、会場で限定のアパレルとかを販売するらしいんですけど、それがすごくかっこよくて、先日ね、会場で売られるアイテムの、T シャツだったりとかが発表とかあったんですけど、追加でなんかまたニュースが流れてきて、なんか会場でガチャガチャ形式でなんか洋服が買えるみたいな、洋服とグッズっすね、なんか買えるっていうのがあるらしくて、その内容がガチャガチャってなってるんですけど、内容すごい充実してて、まあ、アパレル以外のものもあるんですけど、イヤホンだったりとか、あとは G-SHOCK っすね、時計の、コラボモデルなのかな、あとはフィギュアだったり、あとバッグもありますね、あとニューエラとのコラボのキャップもあって、すごい充実してるんですよね。なんならね、スニーカーまであるんですよ。これアグとのコラボなのかな、すごいかっこいいですよね。なんかトレンドしっかり抑えてるし、であとは、スウェットとパーカーですね、このロゴが入った。いや、かっこいいっすよね。単純になんかニトロマイクロフォンアンダーグラウンドって、もちろんさっきも言ったように音楽グループなんですけど、なんかロゴの感じとかもね、90年代のほんとストリートブランドにもありそうな感じで、すごい雰囲気あるロゴだよね、これ。だからほんとね、ファッションアイテムとしてもすごいクオリティが高くて、特になんかトレンドも意識してたものも作られてるんで、もう会場行った方これ絶対買った方がいいっすよ、これ。俺も欲しい。ちなみに自分も学生の頃から結構ヒップホップとか音楽聴いてたんですけど、自分の入りはニトロじゃなくて、自分ガキレンジャーなんですよね。ガキレンジャー。あとライムスターね。いや、ぜひね、アパレル自体もかっこいいんで、これをきっかけにね、逆に音楽も聴いてみるともいいと思うんで、ぜひぜひ聴いてみてください。はい、それでは2つ目のニュースになります。これね、結構自分ねびっくりしたんですけど、アディダスの3本線商標権無効っていうところのニュースが飛び込んできまして、これがなんか EU の裁判所での判決だったみたいなんだけど、なんか理由としては、あの3本ラインのアディダスの代表的なやつあるじゃないですか、あれをアディダスは商標登録したんですよ。これはアディダスのデザインですよみたいな形で商標登録をしてたんですけど、それが今回無効になったっていうニュースでして、で、一度この3本線の商標権っていうのは2014年に認定されてるんですよ。で、それがベルギーの会社かな、ベルギーの他の会社が異議申し立てをそれをしたんですよ。それで裁判をしていく中で、今回の結果が逆に覆る形になったんだよね。なのでこの判決がもう決定ではなくて、まだ全然これから先も裁判が続く可能性はあるらしいんですけど、これ結構今後アパレル業界の中でも一個結構ビッグなニュースになってきそうだなと思って、っていうのがやっぱ例えば自分とかも商品企画やる中で、サイドラインパンツとか、いくつか企画したこともあるんですけど、やっぱ3本ラインっていうのはそのアディダスの商標権が認定されてるから、もちろん使わないんですよ、そういうものは。今回の裁判での結果を経て、3本ラインの商標がなくなる可能性があるから、もしかしたらね、今後別のアパレル企業とか、別のスポーツブランドとかが3本ラインをモチーフとしたデザインのアイテムをなんかリリースすることも現実味を帯びてくるというか。ただこれ商標権が仮に
認定されなかったとしてももう3本ラインのデザインを見た時点でもうあれはもうアディダスって思うじゃん。だから、まあ、もちろんね、あの企業的には商標権あった方がもちろんいいことだし、他のブランドがやった時にそのデザインはうちのものだっていうところで、まあ、抑制できることもすごいでっかいポイントだから、まあ、あるに越したことは絶対ないんだけど、あの3本ラインを例えば使うことができても多分自分はオリジナルアイテムに使うことは多分ないっすね。だってあれアディダスだもん。アディダスに限らずこの商標権っていうのはね他にもいろいろあって、まあ、例えば、まあ、トレンドでもあるバーバリーですね。バーバリーチェック、あれもあのベージュのチェックに赤とか白とかこの規則的にこういう柄のものはバーバリーのものですよっていうのはもう権利として認められてて、まあ、あとは確かグッチかな、グッチのラインもあったっすね。あの緑のラインの中にあの赤が入るみたいな、あれもグッチの商標権が、まあ、デザインとして認定されてたはずです。だからね、巷でたまにグッチカラーのアイテムとかぶっちゃけ見るじゃないですか。あれも微妙に色のトーン変えたりとか、赤と緑の間に一本なんか白いラインを入れるとかで、あのね、触れないようにギリギリの企画をやってるところもあったりするんですよね。なのでなんかこういうニュースもね、まあ、そんな感じでね、なんか洋服を作る中にもなんかいろんなルールとか法律とかね、権利を渦巻く中でやっぱいろいろ商品企画をやっていかなきゃいけないので、まあ、そういうねなんか裏話もあったりすると面白いと思うので、今後こういうニュースがあったら皆さんもチェックしてもらえたらと思います。それと3つ目のニュースがですね、これ多分ねまたとんでもない価格つきそうなんだけど、オフホワイト、ナイキ、あとフューチュラのトリプルネームコラボのスニーカーが発表っていうところで、もうデザインとかはねもう発表されてるんですけど、いやこれはもう半端じゃないプレネになりそうだよね。またねカラーリングも前に出たオフホワイトとナイキのコラボのねあのスニーカーにもあったような結構似たカラーリングが出てるんだけど、これとんでもないっすよね。確かその前のモデルも未だに人気で、二次流通市場だともうスニーカーの値段じゃない値段になってるよね。もう何十万みたいな、なんか前見たサイトだと20万とか30万ぐらいなんか作られてたサイトもあって、20万30万って言ったらさ、もう免許取り立てでいくらでもこすっていいよっていうぐらいのクオリティの軽自動車みたいなもんだよこれマジで、っていうのが俺が一番最初そうだからまだ発売日とかはまだ発表されてはないみたいなんですよ、この動画を撮ってる時は。いやこれはねかなりの争奪戦になるんじゃないですかね。まあ、自分はね先日の購入品でも紹介したあのジョーダンがもうあるんで、今回のこれはスルーしようと思うんですけど、まあ魅力的なデザインですよね。多分欲しい方も非常に多いんじゃないでしょうか。はい、それでは次のニュースですね。島村 ZOZO タウン体験自社サービスに注力っていうニュースがありまして、皆さん知ってます？ ZOZO タウンに島村出てるんですよ。多分知ってる方もね多いとは思うんですけど、まあ、知らない人もね中にいたかもしれないです。っていうのがオープンの時はすごい話題になったんですよ。まあ、記憶にもあると思うんですけど、島村ロゴ T シャツっていうのをそのオープンの時に発売したんですよ、そのオープンを記念して。あとそれとだから島村のお店がもうここになんかフォト T かなんかでプリントされてるのかな、まあ、そんなデザインのアイテムがリリースされたんですよ、オープンの時に。それがねもうとんでもなく売れてて、オープンの時に。なんでね視聴者さんの中にも、まあ、そのアイテム買った方いらっしゃるんじゃないですかね。まあそんな島村ももう6月の20日かなにはもう退店をしているみたいなんですよね。ただその島村さんもオープンの時はね、まあ、T シャツ話題になったんですけど、その後に関しては割と ZOZO タウンに注力してないイメージもあって、まあ、新商品が出てもあの写真をそのまま差し替えなかったりとかね。あ、差し替えなっていうのは ZOZO さんが用意してくれるデフォルトの画像があるんですけど、まあ、基本的には僕たちもそうなんですけど、まあ、写真自社のモデルの写真に差し替えるんですよ。まあ、それをね島村さんやってなかったりするので、なんかあんまやる気ないのかなとはなんか見てて思ってはいたんですけどね。いやただこれちょっと裏話にはなるんですけど、 ZOZO タウンにお店をオープンするときに島村さんってサイトをジャックしたんですよ。もうサイト自体がもうしなんか島村と ZOZO のなんかコラボサイトみたいに一時的に一日だけなって、あれってよっぽどのことがないとないんですよ。まあ、普通はなりえないことなんですけど、だから新規出店勢の中だったらもうなり物入りみたいな俺らからしたらいや ずるみたいなあんな待遇でオープンすることなんかなかなかなかったんで、なんか今回の退店はなんかすごい残念っすね。それでは次のニュースになります。ロサンゼルスアパレル日本初上陸っていうところでですね、名前だけ聞いたら何それって思う方もいらっしゃると思うんですけど、このロサンゼルスアパレルを作った方がアメリカンアパレルの創業者の方が、まあ、手掛ける新ブランドらしいんですけど、実質のところは、まあ、アメアパ、アメリカンアパレルの復活っていうところに近いニュースなのかなって思いました。まあ、確かなんですけど、まだあのロサンゼルスアパレルの店舗自体はなくて、あの卸とかではねもう店頭とかには一部
もう展開はしてたりするんですけど、もう自分が知ってる中だと確かビームスさんとのコラボでパックティーかなんかやってた気がしますね。いやけど実際今結構無地ティーブームっていう部分も引き続き続いてはいて、チャンピオンだったりとか、まあ、ギルダンだったりとか、まあ、あとキャンバーだったりとか、もういろんな、まあ、無地ティーとかねある中で、まあ、その中でね、まあ、アメリカンアパレルっていうのも結構昔はすごい勢いで売れてたところではあったんで、まあ、今回の復活ね、まあ、名前は変わった形にはなるんですけど、またなんか同じような商品展開の会社が戻ってきてくれたことは個人的にはすごい嬉しいです。でなんか随時なんか日本でもそのロサンゼルスアパレルのオンラインサイトとかなんか店舗の展開とかも今後なんかされていくみたいなので楽しみですね。なんかアメリカンアパレルみたいにすごい多色展開だったりとか、すごいあの着心地がいい T シャツだったりとか、なんかそういうものが展開されたらなんか自分も見に行きたいなとは思います。いやアメリカンアパレルもね、すごい昔すげーやっぱ流行ってた印象があって、まあ、特に、まあ、ジップパーカーとかは自分が学生だった時とかは結構みんな着てましたね。あとは V ネック T シャツ、あれも結構みんな着てた気がする。まあ、理由としてはチョキチョキの美容師さんが結構取り入れてご着用されてたこともあったんで、若い子の中ですごい人気だった印象がありますね。これちょっと余談なんですけど、アメリカンアパレルの中にあの深 V ネックっていうモデルがあるんですよ。 V ネックよりもさらに深い V みたいな T シャツがあって、俺それをすごい愛用してたんですよ昔で、あの今の仕事をやる前にインテリア販売の仕事をしてた時にその T シャツを着ながら接客したんですけど、まあね、まあまあこのちょっとかがんだ時にね、もうほぼで出るんだよね、これ出るのよ、出ちゃうんだよねでそれであの本社にクレーム行ったことが一回あった本社に呼び出されて怒られたもんね。お前なんか店頭でなんか卑猥な格好してるやついるぞみたいなことでなんかクレーム来てるって言われてショックだったよねまあそれ怒られるわ、そうだね、まあ、今思えば怒られて当然なんだけど、はい、なんかそんな感じでちょっと話それちゃったんですけど、気になった方ロサンゼルスアパレルなんか近々ねオンラインサイトとかも立ち上がる予定らしいので、気になった方はチェックしてみてください。はい、それでは最後のニュースになります。いやごめん、これ先に謝るんだけど、最後のニュースがまさかのねファッションじゃないんだよね。これほんとごめんけどね、どうしてもね言いたくて許して、そのニュースが俺これ見た時に絶対に食べようと思ったんだけど、あのケンタッキーフライドチキンの川崎フライドチキン韓国で販売をスタートっていうニュースがありまして、ケンタッキーあるじゃないですか、ケンタッキーのあの周りの皮だけ、あれを韓国で販売が開始されるらしいんですよ。もともとはなんかインドネシアのケンタッキーだけの限定販売だったらしいんだけど、まあ、好評だったらしくて韓国に上陸が決まったらしいですね。まだ日本の展開はまだ決まってないのかな、ちょっと全然詳しくないんだけど、でスペチャンネルの方でも結構出張動画かな、買い付けの動画とか見ていただいてる方もいらっしゃると思うんですけど、年に数回自分も韓国に行くんすよ。なんで次行った時はこれ絶対食べる、これ絶対食う、これ韓国国内の中でもなんか6店舗ぐらいらしいんだよね、なんか展開がどこか分かんないから、このニュースが出たタイミングですぐに韓国のアテンドの人に連絡したいやすげえ迷惑だと思うんだけど、食いてんだもんだって。これはもし韓国に出張行った時に食べることができたら、これ絶対動画にするわ。これは気になる方もいると思うんで、いやこれ誰しも夢に思ったことない、ケンタッキーの皮だけお腹いっぱい食いてえなみたいな。で俺だけ、あとほら着地ひねったらカルビス出るとか結構夢のようなものだと思うんだよね、これこれ絶対に向こう行ったら食べてこようと思うんで、レビューはまた後日させていただこうと思います。はい、ちょっと最後ねファッションニュースじゃないんですけど、今回のまとめは以上になります。それでは本日の動画も以上となります。毎回毎回ねちょっと自分の視点でまとめさせてはいただいてるんですけど、今回はなんか気になるニュースありましたでしょうか、なんかね気になる点と か, なんかコメントがあればぜひぜひコメント欄とかもうバンバン書いていただければと思います。それではですね、本日の動画が少しでも面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。